どうもこんにちは。今日はルイ・ヴィトンのエピデニムのお財布です。こんな感じで縁回りが薄くなっていたり、コバがごっそり欠けていたりしています。こちらを修復していきます。まずはコバから、とその前にファスナーのクレンジングをしていきます。あまり汚れていませんでした。ではでは、次こそコバを修復していきます。縁回りなんですけど、青色が抜けているように見えて、実はコバが欠けているような状態です。コバを塗ることで色の入っていないところが補われていきます。同じルイ・ヴィトンのエナメルのお財布、ベルニーのお財布でもよく見られる現象です。エナメルが大部分欠けているように見えるんですけど、コバを直すことで欠けているように見えていたところが補われてすっきりと仕上がります。コバで補いきれないところはエナメルを塗って仕上げます。今回の財布もコバで補いきれないところは青色を塗って仕上げます。今ファスナーのレーン部分を指でグッと押していたんですけど、そうすると塗りやすかったです。この辺りは色の入っていないスペースがあるので青色を塗っていこうと思います。では色作りから始めていこうと思います。まずはカラーペーストのブルーを入れていきます。ホワイトも入れていきます。続いて暗くしたいのでダークブラウンを入れています。まだ近づきません。ボルドーを持ってきました。ボルドーを入れたらとても近づきました。色作りは完成です。レザーマットクリアを入れます。バインダーは入れなくていいと思います。塗り始めるにあたって集中したいので、そんな時は手を洗いに行きます。ではさっぱりした手になったので集中して塗っていこうと思います。コバ側にはみ出た場合は後でまたコバを塗ればいいので、その辺は気にせずに塗っていけます。青色を塗ればいいと思っていたエピデニムなんですけど、よく見ると白色の部分もあるので、白色はこちら残っていた色を使って塗っていこうと思います。先ほど持ったコバを紙やすりで少し鳴らしていこうと思います。水をつけた紙やすりで鳴らすととてもツルッとしてくれます。鳴らした後にまた少しコバを塗っていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画も見ていただけると嬉しいです。
あとチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では。